の島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバースター。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。あ、俺の帽子がね。
見つけた時にはなかったな。参ったな、どこに行っちまったんだ。あ、サニー沈んでんじゃねえか。うわあ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。な、ど、なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだろ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミー、ゾロー、ブラック亡くなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ。俺も一緒に行くぜルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。
か？ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよナミさん。すぐに助けに行くからな。この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷。考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。この辺、かすかにナミの匂いがするぞ。本当か、チョッパ。ナミの匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行くぞ。
なんだこいつら、あのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。やるぞ。来た！ハンマー！マナーがなってねえの！夢叶わず生きながらえるより世界中の美女たちをエロい目で見て死にたいもんだ。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。勝負だ。先に進む。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。待て待て、ルフィ、そっちの道じゃねえ。あ、そうか。ナミさんはこっちだ。ジョッパー、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。行く。
仲間に手出すんじゃねえ。これで元気になるぞ。ピヨピヨピヨ。シッシッシ。まとめてぶん殴ればいいんだろ。ジャンブフランバージュシャット。待ってろ、必ず助けるからな。これで元気になるぞ。ピヨピヨピヨ。パーティーテーブルキックコース。ウソップ、無事でよかったな。危ねえ、食われるところだった。あの鳥のくちばしで全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる、間違いない。よっ、ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ、行くぞ。つかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。
いぞ。もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。いたぞ、ルフィ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞ、クソゴリラ。なんだ、またかよ。どけ、猿。あら、こっちにも。ハサミ打ちか。上等だ。どかねえなら、ぶっ飛ばしていくぞ。この足でてめえも仕留める。支援フルール、デルフィニウム。どうすっかな。ゴムゴムの。ウソップ様の出番で。見たか、これが黒カブトの威力と俺様の実力だ。よっしゃ、よし、全員俺についてこい。いい調子だ。成長を実感できるほど強くなれたのね。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。力がみなぎってきた。一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとる場合か。
クソゴリラ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。サンダーボルト、ゲット、ディアブルジャンブ、フランバージュショット。こいつ強いわ。ミラーズテンポ、ワタモルガナ。これは一筋縄ではいかなそうね。オチエンタフルールクロトワマード、ショック。おいお前、おろしちまうぞ。ジャンブプルミエールアッシュ、ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのジェットピストル、手強い。みんな気をつけて。
ドスフルール。グラップ。ありがとう、助かったわ。ナミさん、無事でよかった。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。いい調子だ。よし、全員俺に。こん、ナミさん、無事でよかった。おう、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよ、ルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ、皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっ。この辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ、恐れ入ります。まさか、あれが海賊？こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。事の起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよ、あの島、デケイトがいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバースター。